今日はピンと柿の種っていうさピーナッツとそのせんべいが入ってるやつで大好きなんですよ。で、さあいただきますってパン噛んだ瞬間に前歯をかき割れたんでね、まだあのこの歯の裏側ここがちょっとあの折れてんのかしら、これしょうがないんだよ。あのね、生まれてからずっと俺激しい強かったんだよ。キャリア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 リってなっててもうほら人の鉢ってんだからかわいいっしょ少年みたいじゃん。へ恥ずかしいだから生まれたまんまのあんまりその歯が丈夫じゃない。その次のショックだったのは歯を治すときに穴開けでしょ。穴開けた後にこう薬を、ね、入れてクラウンをはめて終了じゃん。フェニッシュでしょ。そしたらフェニッシュじゃなかったんです。それが何があったかというとクラウンして10デイぐらいでしょ。10日ぐらい過ぎたらここ上が可能しててこのホールのとこにあの水が入っちゃって顔のこっから半分が痛い。これがすごい痛かった、ね、これが本当にね俺歯の痛みって分かんなくて歯の痛みってこれだなと思ったんですよ。でまあみんなが期待してるナンバーワン僕はどっちかっていうと普通に楽器弾けてゲームができて、まあ、甘いものとかスイートなものとか食べられたらそれで OK だ。ただ僕の知り合いがねすごく悪いのがいて、まあ、それ仮名で言わせてもらうけどまだ今もいる人なんで、まあ、ドラゴン兄弟みたいなねドラゴンブラザーズみたいなね2人組って 400cc のバイクとかも持ち上げて川にダーンって投げたりとかね。でもう酔っ払うとドリンク酔っ払うとあの家にねいろんなものが拾ってきちゃってて、いろんなものだったりとか すごいどうしようもないやつがいて、それがまあドラゴンブラザーズって言われて、ドラゴンブラザーズっていうのが腕っぷしはすぐ腕は強い、ただここがここがもうなんか幼稚園ぐらいのエレメントスクールぐらいの、それでなんか何かのそのバンドの関係の知り合いでそのドラゴンブラザーズの弟と俺は仲良かった。3人のブラザーズでね、ドラゴン1、ドラゴン2、ドラゴン3って言って、ドラゴン3はすごく真面目だったので、仲良かったんだけど、そのドラゴン3のやつがその楽器一緒に弾きましょうよって、一緒にバンド組もうよなんて言って家に遊んでから、そのこの2人組、ね、ブラザー、ドラゴンブラザーズがもうぶっ飛んでてさ、とにかくね、あれくれもんなんですよ。物は投げるわ、喧嘩するわ、家族の喧嘩とかあるでしょ、親子喧嘩っていうの、お父さんと息子がそういった時も何があるかというと家の中にバイク突っ込んだりするんですよ。あーみたいな。でいや本当なんだから家中穴だらけなんだからそういう時で日本でいうあの暴走族って言うんだけどバイクねタン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 ってやつがあるんだけどこれはまあ検索してくれたらね分かると思う。暴走族ね、暴走族っていうのがあるんですよ。というようなことのまあ、悪いギャングの野郎で、こいつが俺とコミュニケーション取ってくるのね。で、なんでかしないで俺のことガッチャマンって言ってたんだけど、こいつが話してる時に、その、よりこう、刺激的なストーリーを話してくるのね、俺に。俺この前こうで、こういうことやったんだよ、みたいな。マジかよ、みたいな感じで会話してる時に、まあ僕もね、まあある程度話を合わせるっていうかね、あなるほどね、オッケー、オッケー、みたいな。スムーズにするためにみたいな。いや俺の嘘とかねいろいろあるでしょ。これ合わせるためにあそうですね俺もそうやったことありますよみたいな。そのドラゴンブラザーズはここが弱いでしょ。それで合わせてたらそれ本気で信じちゃってブラザーズがリーダーでそのブラザーズの下でね入ったらねチームがあってそのチームの下のやつらが出るなーって知ってっかーみたいな手つつのはいいんだけどあいつやべえんだよあいつ実はニコニコしてるけど人を刺したことあいつを怒らせたら家ハウスに火をつけられるられるとかあいつ一人で100人対1人でもあいつには勝てないよやつは俺でも勝てねえやってブラザーズは言うわけ下の人間に。俺は知らないうちに、とかでゲームやってるわけでしょ、こんな話聞いてないから。で、知らないうちに、その、敵アンの噂がね、すげえ、その、ダークで、その、デンジャラスな、ピーポーね、
キャンプ名前がいるんだよ。だからもうあいつに狙われたら、だからテッキャンに目つけられたら命はないとっていう噂がね、ゴシップね、ゴシップがね、さあ流れるでしょ。じゃあおかしいと思ったんだよ。俺もなんかね、駅とか行くじゃん。すんごい怖い人だよ。めっちゃくちゃ。うらっす。うらっす。やってるから。おはようみたいな、今日もいい天気だねみたいな、今日も学校頑張るぜみたいな感じだったら、自分頑張るぜ、おろすって言ってるやつがいて、そしたらそのゴシップを聞いた人が、で、その中のトークのね、その知らないパートのね、トークで、あのお前もテッキャン、そのアングリーだよ、テッキャンとアングリーだよ、言うて、言うわけ、言うて。Really? Oh my god! Oh my god! だったら、やられる前にやるって感じになるんだよね。それで夜だよ、夜、ナイスタイム。夜の時に、なんかこう、駅にね、ステーションから降りてって、ちょっと人っ気の人が少ないところで、なんか、音楽聴いたのね。そしたらなんかこう、ちょっと気持ちになんか、ダッと音が響かない。で、なんだろう、待ってたの。シュッと。そのまま俺はあのね、ああなるとてめえこんな野郎できたいんだけど無理、あのね、もうね、痛くて、痛いのとショックとこれ以上叩かれないために死んだふりしようみたいな、なるんだよ、ほんまに、ね、なんかあのクマが来たら死んだふりしろって知ってる、ね、死んだふりしとけばクマがなんだよ、これ死んでんじゃん、いいらねって行くか。あれはね、未だにね、犯人が分かんないんですけど、そっからですよ、この歯が折れて、うん、折れて半分だけ残ってたの、ちょっとね、ヒビが入ってて、うん、そっからまた化膿しちゃって、化膿しちゃったらもう、痛くて痛くて、もう、もうどうしようもない痛みで、化膿しちゃって、で、まあ、その歯医者、うん、あの病院にね、行った時に、ああ、これもう抜かないとダメだね、抜歯ですねって言われて、もう麻酔瓶を食べて、キメ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 キ、ブチューン抜かれて、で今、ここの歯あるんですけど、ここの歯なんですけど、ね、見える、まあね、人の噂ってのは怖いよっていうね、だからね、嘘は言っちゃいけないな、俺はと思ったよ。